はい、ちょっとすごい面でしたね。びっくりした僕も、皆さんこんにちは、こんばんは、ファフィーと申します。今日もですね、ダークソウル続きやっていきたいと思います。リマスタードですね。で、前回北の不思議に戻ってなんだっけ、まあはぐれデーモンを倒して、あと手に入れたのはアクセサリーのなんだっけ、鉄輪みたいなやつですね。あれ沼地で動きがすごい楽になるので、足取られなくなるんで結構便利なんですよね。で、あそこは結構なんだっけ、大きいかけらと、あと緑のくさびしかな、あれを集めるのに結構便利でですね、あそこも結構通うんですけど、まあそれするときとかに便利だなと思って、で、まあそれも思ってちょっと稼ぎを少しやってました。で、まあレベルはね、あんまり変わってない、変わってなくはないか、2レベルぐらい上がったかな。まあなんかこうすごい上質系の中途半端な能力でなんともなんですけどね。で、あと武器をですね、結構とりあえず5まで上げようと思って、そうですね、まあ一応サブ武器で使えるようにっていうので、長谷が結構使いやすい論争クレーモア、あとは、まあ、肉立ち包丁は使うのかなって感じで一応なんですけどね。で、強化クラブを1本買って、新鮮しました。これ最初普通のクラブでやろうと思ったんですけど、よく考えたら補正を新鮮に強化した時点でもうヘナチョコになるんでですね、まあそれを持ったらもうもともと補正が大してついてない強化クラブの方を使おうと思ってですね、一応出血とかついてたりするんですよね、何気に。結構強いですよね、強化クラブは。で、グレクラ、グレクラも片手で持てるようになりましたね。で、ハルバードは一応8で止めてますかね。あとヘビークロスボウが5まで上がりました。まあ、こんな感じですね。で、まあちょっとせっかくなんでですね、まあ、ド定番の定番の定番なんですけど、まあここをまあ、ざっくりだけやってみますかね。まあ、こんな感じでやってますっていう感じで、最初はちょっと何体かですね、こんな感じで NPC がいます。大体もうこんな感じで、基本強靭がない人が多いので、でだんだんこう何人も今ちょっと影に隠れてますけど、盗賊ですね、こいつが襲ってきますね。こいつらはずっといます。あと上級騎士みたいな感じの装備したやつがいますね。こいつはパリーしてくるんで気をつけたいですけど、このなんていうんですかね、このハルバードとかだと距離があるんでパリーあんまもらわないですね。あとひるみが取れるので、まあ、ひるんじゃえばもう押し切っちゃった方がいい感じですかね。でこんな感じで今魔法使いと盗賊ですね。これにまあ騎士が一人いて、まあ、騎士は結構強いんでですね、まあ一回倒しちゃえばもう出ないですけどね。あと、まあ、これだけで今4000くらい入ってますからね。でこれ僧侶でしょ。まあこいつもね、もう普通にこうつっついたら死ぬんですけど、あとどうしてもこう弱い時期に倒せない時っていうのは結構これ便利ですね。これでこんな感じで落ちていきます。ここ結構便利なんで、ここまあ定番なんですけどね、これもあんまり僕が説明するほどの話じゃないんですけど、やってる人はもう大体使ってるんじゃないかなっていう。特に最初に火力で押せない場合なんかは、今の場所で全員落として、あとこのキックとかでですね、盾構えてたりしたらもうこのキックで蹴落としてやれば、結構自分持ちたりしますけど、すぐそばにかがり火ありますしね、割と簡単に回収できます。こいつもまあ大振りなんで、トン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 、はい、で待って攻撃誘って、トントントンで終わりですね。はい、 OK。まあ、こんな感じで稼ぎやってました。まあ、1回7000ぐらい入りますかね、これで。で、ここに猫さんいるんですけど、なんだっけ、名
But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have fun. Go not yonder knocking for nothing, I say. そうですね。というか、まあ、ここはあのアルトリウスの墓のでみんなが万人なんですね。まあ、この騎士アルトリウスっていうのが、まあ、またちょっと DLC も絡んでくるのでですね、あの話が見つかったらまた話していきたいと思うんですけど、私も結構うろ覚えなんでね、じゃあイエスとしましょう。Nevertheless, I feel some liking for you. I'm Alvina of the Darkroot Wood. Alvina さんか。I command a clan of hunters who track down defilers of the forest groves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. これはあの制約ですね。で、森の、まあ、ここがアルトリウスの墓の番人を一緒にしないかって言われてて、まあ、さっきの NPC も要するにそういうことですね。あの侵入してきた私を、墓を荒らす私を襲ってるっていう感じですよね。これイエスにするとどうなるのかな。じゃあ、この森の守護者ですかね、制約を交わしてみましょう。まあ、あんまり気にしすぎずに交わしちゃっていいと思いますけどね、制約は。あんまり後で大変なことになるものはないと思いますけど。お、なんだ猫の制約指輪、これなんだろう。ああ、そうか、ここに人が入ってくると、あれですね、召喚されるんですね。I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward, and whatsoever we shall pillage will be of my own. A true agreement, not so. But thou must heed to the golden rule. The clan is thine own clan. To thy kinsmen forever stay true.こう後ろでずっとニャムニャム言ってるの可愛いんですよね。喋ってるけどずっとニャムニャムって言うんですよね。まあ要するにこの墓の番に一緒にやりましょうっていう感じですね。I've heard all about you. I'm Shiva of the East, captain of the Brigade.ああ、そうか、シバさんいたね。だから、オンラインだと誰かがここに来ると召喚されるっていう感じでいいのかな。Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. 結構いい声してますね。Don't worry. You'll be called hunters. なんか報酬ないんだっけ。Don't worry. You'll be hunters. 待ってよ。そうしたらこれがあるとちょっとですね、一人だけ倒してないやつがいるんですよ、実は。多分ね、この辺りにいたと思うんだけど、あ、いたいた。あ、やっぱロックができないっていうことは。これですね。狩人の格好してますけど。まあ、あの、弓持ってるんですよね。ハリスの来る弓だったかな。めちゃくちゃいい弓なんですけどね。おお、いるね。こいつは多分倒したやつだね。みんな戻ってるのかな。だからこの制約をしたまま、多分、ちょっかい出すと怒られますね。ついでにちょっとこっち探検してみますか。まあ、今ならあんまり襲ってくるやつもいないんで、あのあれはいますけどね、あのそう、こいつ、こいつはずっといるんだよね。
ちょっと強いです、ここのは。で、まあ相変わらずこうあれはないので、強靭はないので、まあ気をつければね大丈夫と思いますけど、ちょっとまあ今のうちにちょっとついでに、本当はもうちょっと奥行くつもりだったんですけど、今日はちょっと他のことしようかなと思ってたんですけど、ついでにちょっと見ましょうか。なんならこう稼ぎのポイントとかも見ても面白いかなと思ったんですけど、ここはどこだっけ、アルトレ、あ、見てください、ほらあのヒドラがいるでしょ、なんだっけ、なんとかの獣って言うんだよねあいつ、本当の名前は。あそこに何かありますね、ちょっと探検していきましょうか。すいませんね、なんかこうあんまり今回あのバリッとした話はないかも。あ、うわ、やっぱりやばい、これいっぱい来たね、これよくないね。えって、うわ、待って待って、これは湧きすぎじゃね、うわわわわ、ちょっと待って待って、これは待ってよ、ちょっと位置がわからない、まずいな、この光があるところで、ちょっとアルビナのあたりまで行けばそうなんだね、助けてくんないかな、ここにもいる、あ、なんかいたねこの人、これ なんだっけ、忍者装備持ってんだよね、そうだからこう制約した後に裏切ってこの辺殺すと結構いい装備手に入るんですよね。思い出した思い出した、来た来た来たよ、どうしたお前、やんねえのかよ、万人にビビりやがったな、みんな帰っちゃったのかな、たくさん出てましたね、でもわあうろうろしてる、あそこ帰ってますね、いいね、え、いった、そいてえなこれ、まあ先手だけ取れればね、あの巨人ないので、まだでもいるでしょうね、これいっぺんに湧きましたね、あんなことあるんだね。結構忘れちゃってるから、私もあっちにまっすぐ行ってみましょうか、あ、いましたね、えい、はい、何気に複数戦にすんのうまいなこいつら、ここ回り込んでここで見ますか、いった、はいはい、来ましたね、割とロックの範囲が思ってるよりはちょっと少ないのが、少ないというか小さいんですね。 OK、 もう一体いるのかな、怖いね、ここは意外とこう森の中らしい道の迷い方しそうですね、光がないと分からなくなっちゃう、あ、いましたね、これが最後か、いた、ほい、まあ、総門も言って 100% じゃないけど縦受けすればそれなりに防げますね、あ、これ東国か、さっきのあのなんだっけ、芝が装備してたやつですね、まあ序盤に来れないわけじゃないので、まあ、取ったアイテムは回収できるんでですね、死んでも多少強引に来ても意外といろんなものが手に入りそうなエリアではありますね、あの辺りとか行けそうなんだけど、どっかから下に降りる道があったと思うんですよね、
怖いな。なんか反対側に出られた気がするんだよな。これとあとアルトリウスのお墓ですねに向かう道があるはずなんですけど、ちょっと今日はどうしようかな。まだ15分か。もうちょっと探検しましょうか。この後のことあんまり考えてなかったな。でもなんかあんまりでもこっち道がある感じしませんね。すいませんね、あんまりカチャカチャ動かすの良くないと思うんですけど。これも行き止まりか。なんかでも本当にやってた頃って目つむっても歩けるよっていうぐらいやってましたね、今思うと。だから結構こうなんていうんですか、さっきのあの NPC の位置とかもうっすらですけどやっぱ覚えてるんですよね。あっちの方にこんなやついなかったっけみたいな感じで。まあの割には結構トラップしっかり引っかかってるんですけどね。これはあーなんかあったな。これアルトリウスの墓に向かってるのかな。なんか違う気もするけど。あ、そうそう、これこれ、ここに上に出られるんですよね、そういえば。確かこの道がどこに繋がるんだっけ。ちょっと降りてみますか。あ、今はそんな失って困るようなものあまりないので、ちょっとせっかくここまで来たんで覗いてみましょう。あ、なんかあるね。よいしょ。勇敢な勇者のソウル、オッケー。怖いけど大丈夫だね。よし、ここは撃たれるのかな。うにょうにょしてますね。あー、これか。一応降りれるけど、そうですね、こいつを倒さないとやっぱり危ないですね。あいつ倒しに行っても面白いかもですね。ただその先はどうだっけ。なんだっけ。あー、ダメだな、記憶が曖昧なんだよな。DLC の絡みはあるんだけど、それだけじゃなかったような気もするんだよな。あれ、どこでしたっけ。向こうから降りてきたんだっけ。もう分かんなくなってますよ。じゃあこっち行ってみましょうか。これはアルトリウスの墓方面かな。なんか音がしてる。あ、やべ、なんかいる。これは忘れてた。いった。強靭で押すことはできない。やられた。これはあの猫さんと同じタイプですね。やられましたね。8000ソウル失いました。そうか。いや、今日ちょっと思ってたのは、まあ、ここの稼ぎとですね、これ今もう制約結んじゃったんで多分誰も襲ってこないですね。制約中はね多分襲われないんですよね。襲ってこないでしょ。まあみんなこうやってバーンしてるんですね。まあ、まあこの留守番じゃないけどバンの仲間になったので。どうなんだろう、ここで急いできてここに話しかけてあの仲間になるっていうのは多分できないと思うんだけど、さすがの山賊にめちゃくちゃに切られそうな気がする。いつもこの急いでこの石の装備を取ってたのは覚えてる。なんだあれ、誰だ。あ、キノコさんか。そうそう、こいつ面白いんですよ。
つじゃねえな。50ソウルか。こいつじゃなくてね、親玉みたいなやつがいるんですよ。あ、いたいた、あれです。2体はやべえな。あの親分がすごいんですよ。こいつ本当にやばくって、こうぶん殴るだけなんですけどね。アホ痛いんですよね。おお、バックスト、あ、やべやべやべ。この血がつくのがやばいですよね。なんだっけ、なんかいいもの持ってた気もするんだけど。強靭もある。あー、2発でひるみますね。でもあ、ひるまないわ。へっ、お、黄金マツヤにくれた。黄金マツヤには結構便利ですね。あそこに宝箱があるな。ちょっと欲しいな。あぶねっ。バックスター取れねえのかな。いったいた、危ないやつめ。ほい、誘っておいて一発ずついきましょうか。はいよ、割り割とよくくれるんですかね。なんだろう、お、魔力の種火だ。これは魔法武器じゃなくて魔力武器かな。魔力武器はですね、魔法依存がすごく高いやつだったと思います、確か。なんで魔法使いは魔法武器より魔力武器の方がいいんじゃないっけ。こっから来たんだっけかな。向きが分かんなくなりますね。ちょっとキワキワを通っていこうかな。よくあの猫のやつってあんな強かったんだ。なんか嫌いだったのを見てて思い出したんですけどね。あー、でもこっち繋がってるのかな。あそこで死んだっぽいですね、私。じゃあやっぱ繋がってるんだ。他にアイテムは、これはなんだ？これ今開けた宝箱ですね。あとは、いやーなんかでもこういうのもなんか懐かしいな、ほんと。こう、わかんないところをこうドキドキしながらこう、探るっていうかですね。こいつらって攻撃してこないんだろうか。まあ、ソウルも50ソウルですから、あの奴隷兵士並みですよね。何にもないのかな。こっちはあの、なんていうんですか、あのトゲトゲ野郎もチクチクさんも出ないっぽいですね。あそこがアルトリウスの墓ですね。このままこっちから行けちゃうのかな、アルトリウスの墓は。まあ行ってもいいんだけど、行ってもいいんですけど、あそこはボス戦ですね。ちょっと覗いてみましょうか。まあ、別に行っちゃダメっていうことはないと思うんだけど、倒せるかな？倒せなくもないとは思うけど。あ、開くになってるね。何かいるんだったような気がするんだよな、これ。でも。まあ今はちょっとやめましょうか。なんとなくなんですけど。あ、そうだね。ここはちょっと後にしましょう。
あれさっきちょっと見えてたあの私のソウルはどこだ。本当道に迷ってる動画になりますねこれは。あの猫さんあそこに、うわいたいた、あれか、あーこの上からなんかね弓打ってた気がしますよ私は。どうかな、あえてこの分じゃなくて黒騎士とかで行こうか。ただどこまでガードできてどこからガードできないのかがよくわかんないんだよな。で1体じゃない気がするんだよね。 OK ソウルゲット。こっちは何かあるの、こっちは何もない。うん、じゃあなんかこの中間点なんですねここは。まあ回収できればしたいな。でもあそこにまだいますね。他にアイテムらしいものはないんだがね。行ってガードできねえわやっぱ。積極攻勢いった、にゃー強い。こいつはあんまり真面目に相手しない方がいいですね。まあまああらかたアイテムはなんか回収したような気がするのでちょっとここ気になりますけどね。何分経った、もう30分経っちゃってるのか。ああそうだな、あのなんだっけあのヒドラみたいなやつ倒しに行きましょうか。そろそろあいつは倒してもいいような気がする、倒してもいいような気がするっていう言い方も変なんですけど、ソウルもちょっともったいないですけど、まあ2000ソウルですからね、もうしょうがないでしょう、諦めましょう。ではでは、相撲の盾に変えて、今日はあの、なんていうんですか、なんだったっけ、まあ見たらわかるでしょ、なんとかの獣だったような気がするんだけど、あいつを倒して終わりにしましょうかね。ほんと他の武器も使いたいんだけど、こっちか、ウッドボルトをつけようかな。強靭でいくか、多分あれ魔法攻撃だと思うんだよね。投獄ってどうなんだろう、何に強いのかな、を使ってた記憶もあるんだけどな。魔法耐性が最も高いのはまあ石はまあ別として、封印者か、あーやっぱ黒金石強いな。まあ黒金石でいこうか。全体的にやっぱりワンランク強いですね黒金石は。軽いんですけどねすごく。うん、ほぼほぼ雷に紅がちょっと強いかなとは思いますけど、あとこれが呪いに強いんだっけか。そうそう強靭度が少しあるんですよね。よし、まあ割とこのイザリスの魔女セットはよく使いますね。で一応下まで行ってあのあれしましょう、あそこ気になるんだよね。どっから行くんだろう、ちょっと気になってですね、あの何ですかあの蝶々のとことかも見たんですけど、まあ、なんか今回稼ぎしますって言ってゼロになっちゃったんですけどね結局。まあまあでもあんな感じで後でまた制約外せばあの多分問題なくできると思うので、結構でもあの裏切ってやった方がアイテムを手に入って意外と面白いかもですね。まあ、結構あのこんな感じであの NPC を殺しちゃっても大丈夫っていうのが、まあ大丈夫っていう言い方変か、あの話が進むんでね、あのそれはそれで新しいこう道が開けたりするのもこのダクソの面白いところですからね、いろいろやってみるといいかと思うんですが、まあまあまあもう名作中の名作ですからね、もういらないこと言わなくても知ってるよっていう人の方が多いとは思うんですけど、まあこの
なんていうんですかね、ダクソらしい自由度ってちょっとカオスな感じが面白いですよね。例えばまあまあ、もうほぼほぼあれなんで、もう黒確定なんでもう言っちゃいますけど、ロートレクとかもですね、まあ、なんですか、逆にもうやられる前にやるみたいな方法もありますし、この辺はもう、なんですか、プレイヤーが自由に選んでいいっていう感じで、まあ、例えばですけど、本当、全く関係ない、全く関係ないんじゃないわ、ペトルスさんとかですね、ラレンティウスとかも あった時に別に倒したっていいわけですよね。まあそれで入る装備品があったりとかですね、結構面白いですよね。あと面白いのが商人とかも別に殺せちゃうんで、今回やってないのであれですけど、割と序盤でなんですか、はぐれデーモンとかにすぐ戻っちゃうやり方とかもあったと思うんで、その時なんかは出血武器が欲しいので、さ一番最初にヒヒヒって笑う商人いるじゃないですか、あいつにを倒すと、あいつなんだっけ、打突をくれるんじゃないっけ、内刀ですね。であれ出血器なので、しかもリーチ長くて便利ですからね、あれ持って尻を切りまくるっていうのが確か定番だった気がしますね。よし、久しぶりに来ましたね。ただやはりこれはどうしようかな、一応紋章の盾にしとくかな、魔法じゃないかなと思うんですよね、物理なのかな。ただまずはこの邪魔くさいクリスタルゴーレムですかね、こいつら片付けましょう。オッケー、やっぱり強いな、強いっていうのが私じゃなくてあれね、水プレスが異常に強い。オッケー、まずは懐に寄らないといけないんですけど、もうめちゃめちゃダメージもらってるやんけあんた。そう、これでソウル稼ぎしようと思ってやってた時期もありましたね、そういえば。まあ、大体痛み合うんですよ、痛い、やっぱり痛いね。多分この方向でガードしてれば死んじゃねえ。はい、まあ、あの頃と比べるとやっぱもう武器も全然ダンチですからね。ちょっとまずいかな。やめよう。ちょっと1回だけ受けてみたい。あ、いいね、やっぱ魔法だね。 OK、 行きましょう。それが分かればいい。今の受けた感じだと多分魔法攻撃だと思うので、うわ、開いた。まずは懐を取りたい。さあ開けなさい。ほい、待ってよ。まずい。ふう。オッケー。一本切れましたね。こんな感じで。近寄ってるとこの頭ぶつけてくるので、まあ大体同じ旗に入るんでね。 OK、 近寄ってれば当たりません。来るよ。弱はない。オッケー。よし、これで少しずつ頭を削いでいきましょう。危ねえ。この水場がね、
床が一応範囲があるんですけど。オッケー、だいぶ削りましたね。オッケー、いいよ。あとどこだ、あと2本。ここだね、ここに来る。多分同じ位置に来ると思うので、だんだんあの頭をもげばもぐほど、あの来た、 OK、 もうちょっとかな。危ない危ない、ちょっと待ってよ。 ここに、ちょっと違うな、位置が違う。あー、くそ、うまくいかない。これだ、オッケー、あと1本。そこは撃てないな、どうしよう。こいつズルッチョだね。あと1本なんだけどね。どうしようまあ弓で撃ったらいいんですけど、弓にしようか。よいしょ。まあもうあのちょっと危ない位置なんでね、あそこはちょっと嫌なんで、まあ、正面にこう撃っとけばもう当たんないでしょ、こういった攻撃。はい、終わり。さっきからでっかい蚊が来てて嫌だな。もう夏ですね。宵闇の士官、これなんだっけ。あ、騎士装備か。ちょ、あ、今何分、まだ37分か。思ったよりはあれか。じゃあこれを外して魔法の使用回数が増える。これも効果あるのかな。足場悪いっちゃ悪いですもんね。どうだっけこれね、境界が非常に分かりづらいんですよね。一応落下死あるんで多分この辺りは大丈夫と思うんだけど、怖えな。あの落ちたら死ぬ場所が結構あるので、ちょっと気をつけましょう。ちょっとキワキワを通っていこうかな。まあこの奥に行けるようになるわけですね。さっきの滝の横から確か上に上がれるんじゃないかな。さっきちょっと見えてた、ほら、あのこれが間で見えていたあのはしごですね。ここからさっきの位置に上がれます。つながりましたね。ちょっと後であいつの名前調べとこう。なんかビビって。ああ、そうか。ロックした時に出てるかな。よいしょよいしょ。ちょっと一回回復だけしとくか。どうかな。一回リロードしないと出ないかな。あとなんか条件があった気がするんだよね。出ないね。どうして何にもないままか。アイテムもなかったっけ。ないね、何にも。どうだったかな、生身が条件だったかな。まあいっか。まあまあここはですね、どうしようかな。ちょっと一回戻って、時間もあるしちょっと様子だけ見に来ましょうか。ソウルは意外と少ないんだね。6000ソウルぐらいか。
他にもちょっとやっておきたかったのはあれなんですよね、まあ、人間性稼ぎみたいなのとかもあって、そう今回ちょっと稼ぎ会にしようかなとも思ったんですけどね、何にも稼いでないっていうね結局、まあ、ちょっとまた制約を外してあそこでちょっとコツコツやって武器もうちょっと整えたいかな。あの神聖の強化クラブ作ったんで墓場もちょっと攻略していきたいんですけどね、あのロンが先かな。まあ、あの一応ストーリー上はおそらく千の古城に行くっていうのが本来の道じゃないかなと思いますね。あの門が開きましたしね、千の古城の。よし、千の古城を抜けて、あのなんだっけ、あのフラムトが言ってたあのアノルロンドに至るっていう感じですかね。ちょっと一回これでどうしようかな。では、相撲に戻して人間性4個か。生身に戻ってもいいっちゃいいけど、使うか。まあ、これが正解かどうかは別として、人間性を1つ使って、なんか序盤の頃ってあれだったんですけどね、まあ、ここで変えれるんでね、あのまた他のに変えて森に入って稼ぎするっていうのは全然ありですね。とりあえず今回は亡者から復活する。でさっきのとこちょっともう一回行ってみます。そうだね、まあ、今日本当はあのなんだっけ、あの下水のところであのネズミさんをいっぱい倒してですね、あのなんだっけ、ネズミさんが人間性を落とすんですよね。稼ぎとかもやろうかなと思ったんですけど、あの辺りもそうだね、千の古城を先に行った方がいいな。確か千の古城はアイテムドロップしやすくなる、あの指輪が落ちてた気がする、今ふと思い出したけど。そうだね、稼ぎとかはまたその辺りでやりましょう。ついてくるかな。もうやつがいないので勝手に死ぬことはもうないんですけどね。いた。あ、でも強いね。おお、やっぱこっちも強くなった。ほい、ほんとまとめて相手できますもんね。やっぱ一発で沈まないですしね。もういないか。ちょっともしかしたら違うかもしれませんけど、タイミングはまだなのかな。まあもちろんわざわざあんなせき止め方がしてあって、このアルトリウスのあの墓に通じる道を塞いでるっていうだけではやっぱないですからね。反対から行けますしね、もちろんあるんですけど、あるんですがタイミングが違うのかもしれない。この辺のルールはもうすっかり忘れてますね。出てないかな。チラチラチラ、いた。 OK、 そうですね、はい、金色のクリスタルゴーレムですね。クリスタルゴーレム、ゴールデンゴーレムなのかこれは。はい、ちょっと強いですけどね。気をつけていきましょう。おお、いて。はい、回復 OK。 よし、ちょっと慌てずにガードしつついこうかな。はい、 OK、 倒しました。
するとこうなります。どんな感じなんだろう。 あのすいません、すいませんこんな感じなんだ。てかあの編み込みがちょっと可愛いですよね。話しかけてみましょう。Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseal, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee?Yes. まあ、魔法使えないんですけどね。頭悪いんで。このウーラシールの宵闇ってなんかおそらくキーマンだと思う。キーマンっていうか、まあ、キーウーマンなのか。その結構その過去のこのここで何があったのかっていうのキーになる人なんじゃないかなと思うんですけどね。まあそのあたりがこう DLC と結構絡んでくるので、これもまた面白いですね。あのまあ当時もそうですけど、今あえて見てないですけどね、あの当時は本当あのいわゆるウィキですよね、みんなのあの解釈とかを聞くのがすごく楽しくって、あのフロムのゲームってやっぱそこがすごいいいと思うんですよね。あのみんながこう想像する余地があって、でもアバウトじゃなくてみんながこう本当にこう正確にそうだとは誰も言ってくれないんですけど、でもこれとこれを考えるとこうなってないっていうのが割と実はしっかり作り込まれてるっていうのがやっぱフロムゲーの面白いところですよね。はい、これがウーラシールのサインですね。これ別に一緒に戦うわけじゃないんですよ。まあ、こんな感じです。ジェスチャー学びましょう。丁寧な一礼。お嬢様なんですよね。一応クリスタルゴレムなんだ。ゴレム。Banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith. Ah, そんなにそうだったんだ。 The sorceries of Ulysseal differ from the magic of thine age. It is difficult to explain. Ulysseal's sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation.まあこんな感じですね。見えないからだとか面白いんですけどね、本当に見えなくなるので。杖か。これ私多分使えないんじゃないかな。12もないでしょ。照らす光は結構便利だった気がする。買いましょう。照らす光はあのちょっと真っ暗な場所があるのでそういう時に便利ですね。これ擬態とかもちょっと面白いんですけど、これあのオンラインで人と対戦するときに結構使ってる人とかいて面白かったですね。あのまあダクソ面白いのはそのコミュニケーションの手段ほとんどないのになんか面白い人が結構たくさんいるんですよね。あのもう一生懸命な人もいれば、あのすごいこう邪悪な感じを思い切り出す人もいて、あのロールプレイがはかどるんですよね。見えない体とかもまあそうですね。あのこれはあの消えるので、まああの結局まあ見つかるのは見つかるんですけどね、見えない武器とかはこれもオンラインで対戦の時に
相手に武器が見えないので何使ってるかわからないっていうのはやっぱ結構大きいですよね。ああ修復の魔法とかもあるんだ、まあ、この辺は稼いで取ってもいいですね。まあさすがこれオンラインしないならあんまり関係ないですけど、杖とかも持っててもちょっと私の能力では使えないのであんま意味ないような気がしますね。まあ一回買うだけ買っとくか。まああの今正直言うとあの上があるので1000円ぐらいはねあんまり気にしなくていいと思いますね。すぐ稼げますからね。よしでは次回はどうしようかな。ちょっとまあ今日はここまでにしましょう。もうなんだかんだでいい時間になりましたね。多分ねこの後におそらくなんですけど問題条件が整ってるんであればこのさっきのあのゴーレムがいたところにさらに今度はあの DLC のエリアに行くマップに繋がってると思うんですけど敵がめちゃくちゃ強いのでいきなり最初の門番が地獄っていうね本当発狂するぐらい強かったですけどあれもな慣れていなしてた時期があるんだけどな。なんかこうお父さんは昔強かったんだぞみたいなあの感じ嫌ですけど言い方がね。多分今回はボコられるでしょうね。まあ、まだちょっとそのタイミングじゃないかな。それよりはそうですね墓場行ってみるか。次回ちょっと墓場を少し攻略してみましょうか。うまくいけばあのかがり火の強化が一気に進むのでありっちゃありだな。それから千の古城に行けば千の古城がかなり攻略難易度としてはグッと上がるとこなんで、あの千の古城はそのなんていうんですかね敵も強いんですけど敵もめちゃくちゃやらしくてマップもめちゃめちゃやらしいんですけど、まあ、何よりそのマップに殺されることが多いんですよね。あのまあまたお見せしますけどあのなかなか意地悪なマップでですね、ちょっとまあ後で稼ぎするためにこっちで終わっとくかな。ここでよくこうボロンって落ちちゃってあの下まで崖下まで落ちていくとなんかあのそれが花こけ玉だったような気がしてすごく悔しいんですよね。まあ大体そんなことないんですけどね。はい、しかしこう思うとやっぱこのハルバードの強さっていうのはやっぱ光りますね。ハルバードはやっぱりそのなんていうんですかねこの強靭削りもありますしリーチが長いっていうのもありますしね。これ槍とかだと割とこうリーチはあるんですけど槍って結構あの縦に弾かれるとあのすごいこうガイーンっていう感じでこうひるむ動作が割と大きいイメージがあってですね、これだとこう縦ごとこう吹っ飛ばしちゃうっていうことができやすいんで強いなっていうイメージはあるんですけどね。違ったらごめんなさい。まあよしよし OK。 じゃあこれでちょっと制約を外しておきましょうかね。どれでもいいんだけど白鏡でも入れておきますか。何でもいいと思うんですけどね。あと人間でやっておきたいことってないかな、まあ、この人間はすぐなくなっちゃうからなもったいなかったですけどまあまあいいでしょう。そういう意味でもね早くあの人間性稼ぎをしたいところではあるんですが、よしじゃあ今回はここまでにしましょうか。ちょっとなんだかあのふわっとした感じで一つはあの黒の森の庭ですかね、の攻略が一つ攻略っていうほどじゃないですけどあの奥はねあの DLC が終わってから行きましょう。あのちょっとあの雰囲気がまたちょっと少し違うのでアイテムもちょっといいもの手に入るんですけどね。まあまあ後回しにしましょう。で、あとはね、今日はあのヒドラみたいなやつですね、あのヤマタノオロチみたいなやつを倒しましたね。で、ウーラシールの宵闇と出会うことができました。まあこんなとこですかね。ちょっとあの外れたストーリーみたいな感じになりましたけど、そうだな千の古城か、千の古城、千の古城からはもう素直にもうアドロンに入りたいんだよな。やっぱり先に墓場行きましょう次回はですね。だんだんこう攻略マップも狭まってきましたね。そう思うとあの半分ぐらいには
来たんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ思ったよりかなり遅いペースで進んでますね、自分が思ってたよりは。まあ、うん、本音を言えばもっと上手にできると思っておりました。はい、あのもっとスマートな動画を作る予定だったんですが、もう全然ですね、てんやわんやになってますけど、まあまあこんな感じですけど、よかったらまた遊びに来てみてください。本当はありがとうございます。あのすいません、なかなかあのちょっと私の動画ではかなり珍しいんで、あの高評価 いただいてたみたいで、本当ありがとうございます。あのとっても嬉しいです。はい、まああの時間があるときにでもですね、あのだらっと流してもらうだけでもでですね、まあ、もし何かの参考になったりとか、あとまあちょっと見てたらやりたくなったよねとかっていうのが、それがどちらかというと私は一番嬉しいタイプなので、あのぜひまた手に取ってもらってですね、あの懐かしいゲームでもあるんですけど、あの、まあ、初めて見られる方ももしかしたらおられるかもしれませんし、あの難しいじゃあ難しいんですけど、結構あの、まあ、ガリガリの初見で何にもなしっていうのも楽しいんですけど、結構ハードルがそういう意味では高いゲームかなとは思うので、まあ、さらっとちょっとこの武器使いやすいよとかっていうのが分かってるだけでも、あの楽しく遊びやすくなるんでですね、詰まったらあんまりこう初見でこうガチガチにも何も見ないんだっていうよりは、少しちょっと攻略情報を見たりすると、あこうやって逃げれるんだみたいなとかですね、あこの武器だともうちょっと楽なのねとか、あの両手持ちするだけで変わるとかですね、あのちょっとしたヒントになるものもあるのでですね、あのそういう遊び方もありなんじゃないかなとは思いますね。あの結構やれるようになっちゃうとあれですけどね、あのなんていうんですか、あの何も知らずにあのまっさらで遊びたかったなって思うんですけど、まあ、実際このゲームそういう意味ではそこそこ敷居は高いと思うので、デモンズほどじゃないですけどね。本当あのデモンズはプレステ5なら大丈夫なのかな、あのどうしてもちょっとあの権利の関係上どうもデモンズ難しいみたいなので、ちょっと今回は諦めたんですけどね、持ってはいるんですけど、あのデモンズはもう本当なかなかの初めてほど地獄になっていくっていう鬼の仕様なので、難易度が死ねば死ぬほど上がるっていうおかしな仕様なんでね、きついですけど、まあそのあたりはもうちょっとバランス調整された感じがしますね、ダクソは。まああのあんまりこう片意地張らずに遊ぶのがいいんじゃないかなっていうゲームだと思いますね。あのできなかったら頼るとかですね、あのそれはもちろんオンラインも含めて面白いと思いますよ。今回全然やってないですけどね、というよりあの本赤でも気づいたんですけど、ここ最近あのオンライン切ってる関係もあって、あの気がついたら久しぶりに気づいたんですけど、あの切れてましたね、プレステーションプラス、びっくりしましたわ。結構 年度まとめ払いで何年分とか払ってた気がするんだけど、まあそれだけ年数が経ったってことだな。まあまあそんな感じです。はい、では、大脱線でしたね、今日はここまでにしましょう。すいません、結局1時間になりましたね。では、また次回よかったらお会いしましょう。さようなら、バイバイ。